アメリカ政府交換、日韓の仲裁を拒否。アメリカのスティルウェル東アジア太平洋担当国務次官補が日経新聞のインタビューに対して、日韓の歴史問題などにアメリカが介入すれば両国の対立がさらに激しくなりかねない。アメリカは仲裁者としての役割はしないと日韓の仲裁を 明確に拒否いたしました。この結果、韓国政府がアメリカに泣きつくこともできなくなってしまいましたが、このスティルビル国務次官を日本を訪問し、このように日本を満喫しておられましたが、日本政府には今後も継続的にアメリカ政府に対し、 日本の立場を説明し続けていただき、アメリカ政府などが韓国政府の嘘に騙されることがないように、世界中に対して正しい情報の発信を続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。